はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、日高屋で先ほどですね、入手した、本醸造文楽というね、本醸造文楽って書いてあるの、ここに。をいただきたいと思います。アルコール度数がここに書いてありますね。アルコール度数が15度。本醸造、原材料名が、米過去国産、米麹過去国産米醸造アルコール。精米具合が 70%、値段が330円。だったかな？ここにちゃんと日高屋って書いてあるんですね。これはなんかかっこいいですね。うん。そのままくれって言ったらね、そのままくれました。なんかね、ちょっと気になったんですけど、日高屋のね、メニューに、熱燗って書いてなかったんですけどね、普通にね、隣の人がね、日本酒熱燗で、と言ってね、頼んでるの見たんで、あれ熱燗もこれ OK なのかみたいな。じゃあ、これ、ねえ、なんか、あれだよね、そういうところってさ、結構さ、ガバガバですよね。熱燗でも OK と一切書いてないんですけど、熱燗とか書いてないんだけど、普通に熱燗でとか言って、頼んでるの見たんで、あ、これで OK なんだ、みたいな。熱燗 OK なんすかね。ね、日高屋のね、日本酒いただいてみましょうか。もうすでに酔っ払って、今、日高屋から帰ったところなんですけどね。早速、飲んでいきます。乾杯。うん。これは、あれだね。あんまり辛口じゃない。まあ、ほんのり辛口といったところでしょうか。辛口度、せやな。プラス1ぐらいちゃうか。うん。辛口度ちゃうわ。日本酒度プラス1くらいちゃうか、これ。結構甘いぞ。プラス1か、プラス2ぐらいじゃん。日高屋。日本酒。日高屋の日本酒。うん。日高屋非常に安くてね、うまかったっす。マジで。普通にうまかった。まさかね、特に一番うまかったのはね、難しいとこやけど、ハイボールか、レモンサワーかな。やっぱり一番頼まれてるのが生か、ハイボールか、チューハイか、レモンサワーか。これのどっちかなんだよね。四つのどっちかなんだけど。生はね、大してうまくなかったですね。まあ、三つ星ってとこでしょうか。ハイボールは五つ星ですね。うまい。うん。で、レモンサワー四つ星。うまい。実にうまい。ハイボールはね、自分でここで作るようがうまいレベルでうまかったっすね。ああ。やっぱうちで作るようがうまいってなるとね、俺が作るよりうまいってなるから、もう、ほとんどプロ並みですね。ハイボールに関しては。うん。なんだっけ。ウイスキーが、ホワイトホース使ってるらしいんですけど、ホワイトホースのね、良さを前面に出していて、非常に、ちょっと、ほんのりと、ホワイトホースの、なんだ、なんていうかな、深みっていうか、ほら、ホワイトホースってさ、何らかの原酒なんでしょ？原酒の違うな。原酒じゃん。原酒使ってるんでしょ？ホワイトホースって何とかの原酒使ってるんで、確か、なんだっけ。
カリラとかの原酒使ってるんじゃなかった？あれの味したもんね。うん。あの味したがね、本当にいわゆる、ボーモアとかのさ、ちょっと海っぽい、ちょっと海藻っぽい味したもんね。一瞬。うめえと思ったよ。ハイボールはこれ1位ですね。2位がレモンサワー。うまい。酸味が強め。な、日本、レモンサワーですね。ちょっと酸っぱい。うん。実に美味しい。これが280円とかになると、恐ろしいですね。で、チューハイ4番目。3番目か。非常に濃い。実に濃い。一口飲んだ時点で、あ、濃いな、これと思った。アルコール度数的な意味で。あ、濃いって思ったんですよ。あ、これはうまいわって。ああ。で、4番目はこれ、キリンの生。キリン一番搾りの生ですけど、あ、普通ですね。全くもって普通。まあ、こんなもんでしょうって感じ。大して売れてないのか、清掃されてないのかよくわかんないですけど。まあ、普通ですね。うん。うまい店だと本当にうまいんですよ、生って。俺が以前飲んだのが、これはどこだっけ。牛丼の松屋か。松屋で飲んだんですけど、ものすごくうまい。香りがむちゃくちゃ、むわーんとして、で、泡がものすごいきめ細かくて、すんげーうまいの。一口でわかんの、うまさが。日高屋普通ですね。で、日本酒ですが、これは、マイルド。うん、口当たりマイルド。これは、辛口か中、辛口か甘口かの間ぐらいの、若干辛口ぐらいの、日本酒とプラス1か、そこらでしょ。この感覚でいくと。俺のスーパー味覚でいくと。スペシャル味覚のユッキーさん。普通のあれですね。日高屋の銘柄は、文楽。と書いてあります。文楽日本酒。日本酒文楽、うん。確かにここに文楽って書いてあります。本醸造文楽。まあ、辛口ではない。辛口か中口、甘口かでいくと、まあ、中辛ってとこでしょうか。本醸造と。本醸造、これかな。本醸造、飲み飽きしない本醸造は、お料理との相性も良く、旨味を秘めた、晩酌向きのお酒、おかんでいただくのがおすすめです。日本酒がプラス5度?嘘?アルコール度数15度。日本酒がプラス5度。嘘つけ。精米具合 70%。嘘!これでプラス5度。ああ、そうきましたか。全然ちゃいますね。そう、マジで。俺、日本酒、新潟の日本酒で慣れてるからか、全く、これ甘口かなと一瞬思いましたね。全然辛くないですね。むしろ甘いぐらいですね。日本酒はこれでプラス 5? この口当たりでプラス 5? ああ、やっぱ辛口の部類らしいですね、これは。全然あれだわ。
日本酒しかほとんど日本酒っていうか、日本酒ってさ、あの新潟の日本酒しか俺飲んだことないけど。こんなに？ものすごいマイルドだね、これ。これどこの会社だ？会社がいい。埼玉県の会社だ。埼玉県の日本酒か。おお。うん。ものすごい口当たりがまろやか。ですね。で、それでいてこう、喉にこう、舌に落ちた後にこう、ミミミミミッとこう、辛口の、ミミミミミッとくっつくるんですけど、全然来ない。こう、ミミ、あれ？みたいな。これ分かるでしょ？分かる人は分かる。舌に乗せた瞬間に、ミミミミミッと押されてくるんですよ。何か。うま味が。うまみがね。ニュ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 ッと来て、あの、日本酒の場合だと、ニュ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 ッと来るんですけど、これの場合は、ニュ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 、え？あれ？みたいな。これ分かる人だけ分かる。日本酒が好きな人だけ分かる。この、なんていうかな。口当たりの、このまろやかさ、まろやかだな。すっげえまろやか。うん。ほぼ来ないね。舌に乗せた瞬間に、ニュニュ、あれ？みたいな。あの、新潟のね、腰の乾杯とかさ、になると、ニュ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 ってくる。この舌に乗せた瞬間にこの、この浸透具合というか、この、こう、味の濃さがさ、ギューってくんねん。で、舌にこう、ビューってくんねん。もう分からん人はもう分からん。一生分からんと思うね。これは。この浸透具合っていうのかな。舌に乗せた瞬間にこの、あの、舌の、俺の、あの、舌に吸い込まれるような、舌がさ、こう、なんて言うんだろうな。ニュニュニュってくる。ニュ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 ってこれ、これが舌だとすんねん。ここに日本酒が来るやろ。こう、ピチャってくるじゃん。日本酒とペチャってこう、くっついた時に日本酒に触れた瞬間に、ニュ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 ってくるね。これ日本酒の飲んだことに、あの人間しかわからん。これが舌だとして、これがあの日本酒ね。ペチャってついたやろ。ブニュ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 ってくるね。あの、日本酒の、新潟の日本酒これぐらいくんね。これぐらいの。厚みとしてな。ただこの日高屋のやつはペチャってなって、ニュニュ、ん？終わりみたい。この浸透圧的な、その、浸透圧的な感じ何か。理科用語で言うと、科学用語で言うと浸透圧的な感じかな。舌に浸透してこない。で、ほとんど多分 pH が多分同じなんだろう、ね。俺の舌は本当にスーパー感知機能なんで、pH すら読み取るんですけど、pH はほぼ同じです、ね。pH7 です、ね。ああ、これはなかなか、うん。まあ、ただ、ただやっぱり、俺日本酒嫌いなんで、日本酒嫌いな、日本酒嫌いなユッキーさんですから。うん。これは、まあ、あんまり美味しくはないという、まあ美味しくはないってことはないんだけど、まあ、でもだいぶ飲める、飲みやすいは飲みやすいですよね、これはね。うん、日本酒としては非常に飲みやすい。
ただ、ちょっと甘いですよね、個人的に。これでプラス5っていうのはほとんど詐欺ですね。ああ。ほとんど詐欺じゃねえかなって思うぐらい。日本酒とプラス5って書いてあったけど。ほんとかな？若干詐欺くせえけどな。まあ、プラス5って言ったらもうあれです。腰の完売とか八海山とほとんど同じなんで。てか同じです。確か同じなはず。プラス5って言ったら、あの、新潟県の日本酒で言ったら、もう、ほとんどに該当する辛口ですから、ね。ほんとかなーって感じはしますけどね。実質。まあ、個人的にはあんまり、あれですけど。はい。2333です。お仕事でした。